かい。それはわかってる。はい、最強、ほいや。あー、気持ちいい。はい、皆さん、こんにちは。デラミスです。本日はね、今、激アツの5人ベッチュの方を使って、ガチマッチの方をやっていこうと思います。この間のアップデートで塗り強化されたんですけど、結構目に見えて強人は強くなってて、塗ってるとこね、ちょっと見ていただいたら、あれ強くなってるな、みたいな、わかるレベルで本当に強くなってて、強人って元々が、まあ、そんなに弱くないというか、割と強い方だったと思うんですけど、OK。まあ、弱点を言うなら、射程が短いところと塗りが、まあ、強くないとこなんですけど、その塗りに関してはね、そのアップデートで普通に強、まあ、普通ぐらいになったんで、まあ、あと射程っていう、まあ、その射程がきついっていう説はあるかもしれないけど、今の環境、シューターの中だったら、かなりね、評価高いですね、僕的に。OK、それはね、まあ、マークしてると。この間ガチマン送ったらね、5人10連勝したんで、もうそれぐらい強いと。え、それ、OKOK。いや、それ当たるんだよな。ギア乗せとくんですけど、メイン性の積んでるんで、ジャンプ打ちと、立ち打ちのブレが少なくなるんだっけな。まあ、0.2 とか 1.1 とか、まあ、そんぐらい積むのがおすすめかな。これ、ナイスさんはやれないかな。危な。これはね、これ、シールドはもう任せてほしいね。まあ、普段ね、ヘルデコでシールドをマジ使いまくってるんで。というか、52ガロン、もともとスプラ1の時メイン武器なんでね、僕。最初5296できてるんで、シールドは任せてほしい。まあ、っていう感じで買っていくと。ただ、この試合あんま塗り強とはならなかったな。塗り合いとかある試合だとかなりね、恩恵感じるんですけど。はい、それでは対戦よろしくお願いします。タチウオのガチエリア、パー2000アクト。いや、タチウオエリアやるのめちゃくちゃ久しぶりだな。今月はあるのか。で、これ編成の方は、こっちの方が多分有利だな。相手、光栄なしでこっち光栄ありなんで。ただ、ここ、ダイナモ結構強いんだよな、レールの。こう、レールのラクとかもなんか強いからな、ぴょんぴょん跳ねたり。まあ、じゃあそこ警戒しつつ行こう。で、初動はもうヘルデコと同じと。で、5人ウェッジ、ヘルデコと使い方、同じ感じでやっても使えるから、それがいいんだよな。使いやすい。OK。いや、こういうキルできるのいいね。まあ、メイン性能積んでるんで。まあ、それでもブレるときは、ブレるんですけど。ナイス。待て。OK。いや、これ初動勝ったぞ。いや、今の2発で倒せるのいいよね。なんか前のアップデートで、ああいう先端で2発、なんか倒しやすくなったみたいな、なんかされたんだよな。確か5人ガロン。だいぶ前なんですけど、それは。やべ、ナイスダマ変なとこ行った。いや、ただこれ逆にいいナイスダマだった説。ちょっと待て。塗りたい塗りたい。OK、OK。こういう時塗れるんでね。マジで寿司ぐらい塗れるんだよな、本当に。いや、このまま押し切りたいな。シールを乗らないか。やべえ、今の。この試合、乱数にも相当巡られ、生まれてるな。俺、味方傘めっちゃ荒らしてるけど、ちょっと傘やられた時の保険みたいな感じで、ちょっと待って。わあ、ちょっと二人同時はきついな。すまんわ。これ一回打開されちゃうだろうな。まあ、ただこんだけカウント取ったのでかい。20でこっち攻撃ありだから、かなりこっちが有利だ。どうしようかな。やばい、変なとこ来ちゃった。この世界、やばいな。SOS。ここやばいっす、マジで。いやー、割られるか。ザップ早いな。これ大仏だよね。まあ、相打ちということでね。対物積まれるとナイスダマジ割られるな。ザップって言ったら対物しかいないからな、最近。まあ、強いと思うわ、9番ボムとかの対物。これちょっと詰めちゃおう。やべえ、マジで。え、当たると、マジですごいな、2発パンパンって。相手からしたらすごいと思うからな。キル速52エグいから。あ、ラッキーラッキー。今の相手の弾なんか当たんなかったな、謎に。これ結構連キル入れてるからノックアウトいけんじゃない？このシールドは結構きついはず、相手。やったー。それはやれるでしょ。ナイス。弾勝ったかな？ちょっとキル稼ぎたいんで、ちょっと詰めるわ、俺。ちょっと味方塗っといて。キルさせろ。OK、ナイスー。この試合塗り評価されたガロンっていうか、メイン性の積んだ5人が普通に強かっただけだな。いや、シューターの中だったらワンチャン今52が一番熱いと思うわ。マジで。はい、それでは対戦よろしくお願いします。タチオのガチエリア、パー2000アクト。ではね、編成の方を見ていきましょう。いや、編成非常にいいね。
ライナー遠征もこれバランスは悪くないけど、こっちのチャージャーがぶっ刺さってんな。チャージャー止めるのはチャーだけみたいなとこあるからな、このゲーム。しかも立ち王だから。ここら編成は結構勝ってる気がする。まあ、ちょっとオバ右で。これ来てるかな？来てない。これ塗り合いでいいか。これ塗り強化されてるから、こういう時の塗り合い結構勝てんだよな。冷たい気持ちちょっとあるけど、まあ、塗り勝てるし。まあまあ。でもレールを塗って敵に振るんじゃねえと、ちょっと警戒させる。ちょっとアーマーあるし詰めちゃうか。ナイス味方。いい感じで詰めれたな。お、22か。どうしよう、エリア投げて、若葉これ引くでしょ。ま、さすがに、やれないか今、予想して、ちょっと撃ってたんだけど。危な。やったけど、ちょっと待て待て待て。待て、これ来る？謎に生きた。これいない？敵。あ、消えた。なんか奇跡の生存。これカウントちょっとがっつり進めようぜ。チャージク固めが強いから。オッケー。やって。これ左来そうだな、割と。痛い痛い痛い。ナイスは割と溜まるから、溜めたい気持ちあるな。いや、こういう時前でなくても割と塗りでいいのがいいんだよな。ヘルデコとかはこういう時、塗り弱い武器ってこういう時塗り合ってたらダメだから。これ絶対言われてないでしょ。いや、絶対はちょっと思ったけど。それは分かってる。はい、最強、ほいや。あー、気持ちいい。ちょっとマジか。マジか、ちょっと。もう。いや、これ、ノカードいける？ナイスナイスナイス。今のはもう、いや、チャー抜かれたわ、普通に。相手のチャージャーうますぎ。いや、ここで塗り合えるのがいいんだよ。で、インクガイク0点にね、一応つけてるんで。1枚持ってきたい。いや、持ってけないか、今。いやー、惜しかったー。いや、火はでもでかいから。で、これ取られて高いで。ナイスマここ抱え落ちしたから、すぐでも溜まるな。スペゲンちょっと積みたいな。ナイスマって結構抱え落ちしちゃうから、あくまでが遅いからね。いや、そこのアーマーは、やばくない？登っては来ないかな。で、これ終わりナイスマ間に合わないか、さすがに。回路当たってるから、それやれないかな。やったー。俺、この1キル結構でけえな。レポデスしたくない。ここ一回取んないと。割とやばめ。ナイスナイス。え、ただ2落ちか。ちょっと早いな、落ちんの。打開になっちゃうかな、これ。中央塗りひどいから、ちょっと塗ろう。これエリアも若干遅延できたでしょ。俺、詰めるか。これシールドで降りてきてくんないか。フェイントシールドみたいな感じだったんだけど。あ、ナイス。味方この1キルマジででかいな。いや、このシールド強いな。ヘルデコを使ってる時もここでいつもシールド貼ってるんですけど、このシールドマジ強いんで、おすすめ。めっちゃエイジできるから。いや、こっちか。でもこれ左側もいるよな、絶対。やばい、ちょっと垂れ流し Z は普通。いや、そのボム危な。これなんか、危ねえ。こう生存したのでかいな。ぬるぬるぬる。マジか。あー、今の。ニアスやれないのが絶対やれだと思ったんだけど。オッケーオッケー。振ってくそ。ニオチか。俺なんか謎に生きてる。生きてる。生きてるって素晴らしい。やったやったやった。待て。これ。ナイスこれ。やべえ、めっちゃ生存してる。危な。任せろ、マジで、俺に。やだ、やだ、やだ。オーケー、オーケー、オーケー。いや、これはちょっと、テラメス選手、今、ニヤニヤしてます。結構、いいプレイしたんじゃないかな。いや、シューター、これがいい。シューター、これがいいっていうか、普段、ヘルデコ使ってる身なんで、どうしてもね、比べちゃうんだよね。コーニーベッチェとヘルデコを。いや、こういう動きできるのは、いいわ、コーニー。まあ、ただ、射程はちょっと、って感じだけど。飛んで、もう、残りカウント30秒なんで、まあ、油断しなければいけるでしょ。思ったけど、これ、後衛から落ちてるのちょっとやだな。だからこのポジションまで来れたのでかい。ここかなりエリア遅延できるけど、ちょっと待って、そこ来てんのか。そこのアーマーやばすぎ。危ねえ。ちょっと気づいたのでよかったな、今の。OK、これはいける。OK、このナイス様でもう絶対勝ったわ。ナイスー。スキル稼ぎたい。
ヤン、ナイス。はい、それでは対戦よろしくお願いします。大トロのガチャグラファー2380と、ではね、編成の方見ていきましょう。いや、編成これめちゃいいね。これラピッドヤグラ止める安心感えぐい。まだ相手にもゴーニベッチャいる。いや、わかってるな。いや、ゴーニベッチャマジで熱いから。ヤグラとかめっちゃ強いでしょ、これ。ナイス玉で、ヤグラ一回止めれんのが、でかそう。ハイパープレッサーとか、ナイス玉とかそういう系強いからな。で、これ大トロは、まあ、いつもね、右行ってるんで、ちょっと右で、ちょっと癖だね。まあ、シールド系で行くの強いからな。めっちゃここ取って維持できるんで。あ、俺まだ中央いたの。いや、ちょっと、それは気づいてなかった。まあ、これやったんで許してくださいと。任せろ、これ荒らすわ。ちょっと吐くの早すぎたかもな、これ。体入っちゃったけど。どうしよう、左、いる敵いない？待って、やべえ。なんか真ん中に打っちゃった。なんか、いや、これを、このキルをするための、今の真ん中投げだから、相手を動揺させました、今ので。ちょっと待って、そこにいんの？ちょっと危な。これ、このシールドは強い。気づいてなかったっぽいな、いるよね。いや、ここのポジション最強すぎる。ナイスすぎ。これどうすっか。ここでなんか、事故ってくんないかな。ついか。あ、これノッカーとコースじゃねこれ。これ、まあ、そこから来るか。いや、ごめん。あ、でもそのマガワだけだから。これいけんじゃん。ナイス。これなかったかな。神。いい感じに勝てたな。待て。ナイスー。オートロシールド最強。はい、それでは対戦よろしくお願いします。オートロのガチャグラパー2750とオーダーの編成の方を見ていきましょう。塗り弱いけど、まあ、ヤグラだからなんとかあるか。ライト編成これ、光栄なしか。あの、ヤグラの洗濯機無印結構評価高いんですよね、僕。あの、ハイパーブレッサーで矢倉止めれるし、矢倉って結構前出るのも大事だと思うんですけど、洗濯機割と前出れるから、てか、まあ、普通に出れるか、洗濯は。だから結構ね、強いと思う、矢倉の。当たってくれ。メイン性能で、積んでるんじゃ。オッケー。メイン性能積んでるんでね、もう当たってもらわないともう困る、今の。それやれるな。やった、これ2枚やってるから。あ、これ、ちょっと、贅沢だけど入っちゃうか。まあ、これで、絶対守れるでしょ。なんかやれたし。いや、そのジャンプは守れる。いや、右は俺に任せてくれ。ただ、中央を取ってほしいんだよな、これ。俺が行くのもありっちゃありだけど、ここのポジション、相手に取られたくないよな。ここ取ってるだけで割といいから。だって、矢倉が割と、すまないな、マジで。いや、ごめんなさい。いや、ヤグラ、ちょっと進めたかったけど、まあ、俺も右いたからな、これ。まあ、ちょっと、進めて欲しかったけど、まあ、しょうがないか。まあ、文句言ってもしょうがないんで。こう切る取りたい。あー、に落ちか。左入られたら嫌だな、ちょっと見るか。まあ、そりゃ。なんか、奇跡的に立った。オッケー、これリールだけだから、絶対止めれる。これちょっと後ろから、止めに行こう。で、これ、ワンチャンヤグラホットジャンプあるな。あ、もういるかなんなら。トライやれる。オッケーオッケー。いや、81で止めたのでかい。いや、これ右維持する動きじゃなくて、左詰める動きに変えようかな。最初右維持してたけど、あんまり意味なかったもんな。左詰めるわ。コーナイスさんは結構刺さりそうじゃないか。だからそのハイプレはやばいな。ナイス。うわぁ、それうまい。いやぁ、ちょっと、頑張っちゃったー。すまん。いや、これ3落ちで。まあ、これしゃあないな。俺もミスちゃったから。俺結構試合展開的にはきついけど、言うて81までしか行かれてないから、まだ全然いける。ただ試合展開は、きつい。てか俺左行ってる人いないから、ちょっと左からちょっとガンガン裏取りみたいな動きするか。ちょっと待って、それ。OK。いやー、それちょっと間に合わないわ、手が。いや、これ手前、ちょっと、妨害されてるっぽいな。いやー、どうしよう。頑張るしかねえ、マジで。いや、これ以上、進まれたくねえな。進まれたら結構、この試合、きつそうだ。あぶね。オッケー、ナイス、味方、神。いや、このオールキルでかい。これリード、いけそうじゃね？
いけるだろ、リードまでは。で、相手72だもんね。で、ナイス玉もこれ溜まるんで。これ絶対、デスはしたくないな。ちょ、みんな、やられるね。ここはマジで、生存。危な。これ、俺が次ちょっとナイス玉吐くわ。これ入りて。これ絶対リードいける。ナイスナイスナイス、でけー。いや、これいい展開。これワンチャンもっと進むぞ。これ絶対終わりかるか。これ受け身積んでるかな。で、ないな。これリールガンの受け身チェック、最近動画で結構やってる気がすんな。リールガンなんか、ジェットバックの方受け身つけてる人とつけてない人いるから、ちょっと確認が大事。おー、ナイスさん。てか、ナイスさんは溜まんの早くない？俺さっき打ったばっかりなんだけど。やっぱ塗りが強くなってるな。なんなら矢倉進むやん。なんなら進むっていうか、もうめちゃくちゃ進んでるわ。オッケーオッケー、ここマジで稼ぐぞ。なんならノックアウトいけるか。もう溜まるんだが、ナイス様。この武器塗り強すぎか。スペゾーもでもワンチャンありだと思うんだよね。あ、昆布トラックとか、ナイス様めっちゃ強いから、昆布のね、52ベッチ結構熱い、俺の中で。はい、オッケー、いいえ。まさかこの試合ノックアウトできると思ってなかった。めっちゃきつかったからな。いや、この試合ナイスはマジでめっちゃ打ったな、最後の方。やっぱ塗りマジで強くなってるわ。まあ、ていう感じでね、本日の動画の方終わっていこうと思います。よかったら、チャンネル登録と高評価の方、お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。バイバイ。